センチュリアンはリチャード・フライシャー監督による九百七十二年のアメリカ映画。ジョゼフ・ウォンボーの同名小説を原作とする現代の警察を舞台に描いたアクション映画である。センチュリアンとはローマ軍の百人隊の意。ジョゼフ・ウォンボーがロス死刑在職中の九百七十一年に出版した諸女作センチュリアンは警察官の姿をリアルに描き出し、 評論家からも、読者からも、高評価を得た。ベストセラーとなった原作を、S シリファントが脚色、R ・フライシャーが監督した骨太の警官ドラマ。自らも、ローマ帝国の時代に治安を受け持った、百人体、イコールセンチュリアンに例え、危険にさらされながらも、地道で報われることの少ない征服警官たちの、リアルな日常を描く警察軍増劇。 警察学校を卒業した3人の新人警察官、ロイ・フェーラーとガス、セルジュは、共に、米ロサンゼルスで、最も犯罪の多い地域に配属される。司法学生でもあるロイは、勤続23年のベテラン制服警官、アンディ・キルビンスキーとコンビを組む。街のパトロールが主な仕事。最初の数週間は、何事もなく過ぎたが、ロイの妻ドロシーは、 明け方近く帰るロイとのすれ違いの毎日に耐えられなくなっていく。ある夜、ロイは散弾銃で撃たれ、重傷を負った。ドロシーは警官を辞めるよう頼んだが、彼にはその気がなく、二人はこの事件を契機に離婚した。数週間後、キルビンスキーは定年で退職していった。ありがとうございます。